こんな感じのことを考えてきたんだけど、どうかな？すごい！こんなにたくさん！小鳥ちゃんが送ってくれた写真を見てたら、どんどんアイディアが浮かんできちゃって。使えるものがあればいいんだけど。どれもいいアイディアだと思うよ。うん、実際にイベント運営をしてきたアクアならではって感じ。これ本当にいいよ。私の考えたこれなんか特におすすめよ。いや、これはない。よしこだけに、よしたこなんじゃって。よしこじゃなくてヨハネ。ダジャレ言いたいだけじゃないの？言いたいだけだったかも。でもやっぱりこの案はないかも。マルたち、無理だって言ったずら。まあヨシコの案だって少しいじればいいものになるんじゃない？着想はいいわよ。なんか一気にイメージが固まってきたにゃ。そうだね。ふわっと思い描いていたものが一つ一つのピースになっていく感じ。全部実現できたらきっと楽しいよね。ここまで来たらやりたいことは全部やっちゃうよ。うん、お祭りだしね。これだけ盛りだくさんだと一日で終わりそうもないな。一日で終わらせなくてもいいんじゃない？ちょっと、この大銀河宇宙ナンバーワンアイドルニコニーのスケジュールを複数日抑えるなんてできると思ってるの？確かに盛りだくさんだわ。実現できたなら本当に一生の思い出になるでしょうね。スルーしないでよ。はいはい、ニコッチには別途スケジュール調整お願いするからね。早めに言ってよね。ニコッチのスケジュールもどうにかなりそうなことだし。そうやね、どれも素敵なアイディアだけど少し詰め込みすぎかな。私もそう思いますわ。お祭りなんだし詰め込みすぎるくらいでちょうどいいと思うけど。きちんとした運営管理が必要です。アイデアを整理していかないといけませんわ。途中でつまずかないためにも。何が心配なの？忙しくなること？一番の問題は人手でしょうか。そうね。この規模ではどのくらいの人手がいるかちゃんと考えないと。それにステージを作るための資材や制作についてだって調べないといけないわ。なるほど。確かにそういう部分は私たちでは限界があるわよね。このメンバーだけだと無理なのは間違いないと思います。でもアクアはイベントの運営経験あるんだよね。ここまで大掛かりなブースの設計や施工は経験がないので参考にはなりませんわ。人手が足りないなら集めればいいじゃないですか。署名集めてる時に協力しようかって言ってくれる人もいましたよ。10人、20人集まった程度では難しいでしょうね。それにある程度の専門知識がないと。そこをクリアしないとしおり子さんには話を持ち込めませんね。え？うん、みんなの部活動の時間を邪魔しちゃうかもしれないって伝えたら。本当？
すの？すごい。なんか問題点結構解決しちゃった感じでは？あなたの行動の素早さには頭が下がりますわ。やるじゃない。全部が解決したわけではないけど、これは希望が持てる展開ね。こうなったらもっとたくさんの委員会や部活を巻き込んじゃおうよ。賛成。私も裏女のみんなに声かけてみる。楽しそう。凛も学校のみんなに話してみるにゃ。スクールアイドルの文化祭なんだから、せっかくならみんなの学校を巻き込んじゃおうってわけね。賛成。